ブブンブンハロー YouTube、どうもサルです今回は先日の動画でシャープの最新スマホアッコース戦争プラスの予約がアマゾンの方でスタートしているということをご紹介しましたがその際に予約がスタートしているのはブラックモデルだけということでお伝えしていましたがついに先日からブラック以外のモデルカラーがパープルのモデルそれからホワイトのモデル両方とも予約がスタートしましたので 今回改めて各モデルについてご紹介したいと思います。まず、ブラックのモデルにつきましては先日ご紹介した通り価格は4万6 0円で販売されています。一方、今回予約がスタートしたパープルとホワイトのモデルはどうなっているかと言いますと、まずパープルの方、こちらが4万7717円。そしてホワイト、こちらも4万7717円となっています。 実はスペック的には全く同じなんですがブラックモデルよりもパープルやホワイトは価格が高くなっていますそしてもう一つパープルとホワイトを購入する際の注意点としましてブラックのみ当初の発売予定である12月25日に発売予定となっているのに対しパープルやホワイトにつきましては来年1月31日に発売予定となっています 特にアコースセンシリーズにつきましてはホワイトのモデルが人気なんですがこの最新モデルのアコースセンソープラスもホワイトを購入しようと思ってた方はブラックモデルよりも1ヶ月以上先にならなければ購入できないという状況になっていますそもそも来年1月になりますと次のスマホ向けの新しい CPU スナップドラゴン888という CPU を搭載したモデルも続々と発表されるものと思いますですので 1>, 1月になってしまいますと購入しようかどうか悩んでしまう人も多いのではないかと思います。ですので、とにかく早くアコーステンソープラスのシムフリーモデルが欲しいと思っている方は、もう素直にブラックモデルを購入しておくというのがいいかと思います。ブラックモデルであれば価格も安い上、発売日も12月25日ということで年内に入手することができますので、こちらの方がおすすめかと思います。ただ、どうしてもカラーがパープルあるいは ホワイトのモデルが欲しいという方は、来年1月末になってしまいますが、そちらを購入しても全く問題ないかと思います。なお、既にアッコス戦争シリーズにつきましては、無印のアッコス戦争というモデルと、今回予約がスタートしたアッコス戦争プラスというモデルがあります。先日の動画でもご紹介しましたが、この2つのモデル、スペックを比較しておきますと、こんな感じになります。 左側、緑の枠で囲っているのが今回予約がスタートしたアクコス戦争プラスになります。一方の右側が無印のアクコス戦争になります。それぞれのモデルで共通しているポイントとしましては CPU で両ともスナップダゴン 720G が採用されています。スペックの低い CPU を採用することが多かったアクコス戦シリーズの中ではかなりハイスペックな CPU が搭載されており、ハイエンドよりの端物となっています。 その他、共通点としては、OS が Android 10を搭載しているというぐらいで、それ以外はこの2つのモデル、かなりスペックが異なります。まずは、アッコース戦争では少し容量の少なかったメモリもあり、これが強化されており、アッコース戦争プラスでは 8GB、128GB となっています。そして、ディスペイにつきましては、ア q コース史上最もディスペイサイズの大きな6.7インチのディスペイを搭載しています。 またカメラにつきましてもアコースセンス史上最もカメラの数が多く前面が2つ背面が4つ合計6つのカメラを搭載しています背面の方のカメラにつきましては4800万画素の標準レンズ500万画素の広角レンズ200万画素のマクロレンズに200万画素の深度測定カメラとなっています一方前面のインカメラにつきましてはデュアルレンズとなっており 800万画素の標準レンズと200万画素の深度測定カメラとなっています。なお、こちらはまだまだ搭載している機種も少ない、デュアルレンズで、なおかつパンチホールタイプのカメラとなっています。2年前のサムスンのフラグシップモデルもこのようなカメラを搭載していたんですが、今年の最新機種になってから廃止され、現在はパンチホールカメラではあるもののシングルレンズとなっています。それに対し、このアコースセンソープラスは、 インカメラであってもリアルレンズとなっていますので、自撮りで背景をぼかしたポートレート撮影がしたいという方は、この仕様のためとても使いやすいのではないかと思います。一つ注意点としましては、ディスプレイサイズははるかに大きいアクコスセンソープラスですが、バッテリー容量はアクコスセンスよりも少なく 4120mAh となっています。ですので、バッテリーの持ち的にはアクコスセンソーの方が優れているかと思いますが、 それ以外のスペックにつきましてはアココスセンソープラスの方が圧倒的にハイスペックとなっていますのでスペック重視で選ばれる方はやはりこのアココスセンソープラスの方がいいかと思いますということで今回はアココスセンソープラスの当初予約が始まっていなかったパープルそれからホワイトモデルの予約がスタートしましたのでご紹介しましたブラックモデルに比べますと価格は高くなおかつ発売日も1ヶ月以上先になってしまうという欠点はあるものの 特にホワイトなどは綺麗なカラーですので十分買う価値はあるかと思います。なお、こちらの予約ページにつきましては動画の概要欄の方に貼っておきます。もし購入を検討している方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。